どうもおはようからこんばんは、殿でござる。太鼓 1.4 やっていきましょう。これね、撮っているのは12月の30日、まあ、ちょっと時間に余裕があったんで、まあもう一本分撮って、まあ、年明けに編集してあげれたらなって思っているんですが、まああえて言わせていただきましょう。皆さん明けましておめでとうございます。いやー、2017年始まりましたが、この太鼓立志伝もまあ近々定期枠に切り替えていくつもりなんで、そこからはね、太鼓立志伝シリーズの枠として続けていくので、皆さんご視聴のほどよろしくお願いいたします。で、この柳生家ですけれども、勢力図こちら前回ここまで広がりましたよね。あとは岐阜、小牧山、そして大垣、この3つを落とせばついに下克上完了となります。で、その後はね、ちょっと機内あたりをね考えています。あとはね、アマゴあたりちょっとね気になるんですよね。試しに戦ってみたいなっていう気はするんですよね。そうなればマッチャンド援軍も使いやすくなるんで、その辺で、ね、こっちの方に進軍していこうかなとも考えていますね。今川はどうだろう。北条はねあんまり戦う気はないんですよね。ですが、まあそれはおいおい考えていくとしまして、ただ一つ問題があります。もうなんとなくね、この画面見ているとわかると思うんですけれども、岐阜城が攻められているんですよ。こちらで見るとね、攻めているのが真田幸高、あの攻め団長さんがどうやら信長がいるこの岐阜城を攻めている様子。いや、耐えてくれよ信長、この岐阜城を落とすのはこの私である。あ、川地君がいる、こんにちは。今のうちにね、この織田家を倒した後の戦後処理しやすいように、織田家の家臣とはね友好度、まあ、回復させていきたいですよね。なので前回買い込んだ金塊をこうやってばらまいていこうかなって思うんですよね。君は稲葉一徹の息子ですよね。着なんか、なるほどね。なんで彼にも贈り物あげていきますよ。今回は普通にこう、まあ普通にっていうか、織田家を倒すところまでは行きたいなとは考えていますが、くつきさん確か浅井家ですよね。なんかこう、静ヶ岳七本槍っていう感じの顔はしないよな。六角か。一応まあ、出会ったのもなんだから、金塊渡しておこう。すごい喜ぶだろうな。あとは、権六のところに行って、ちょっと様子を見よう。まあ、もともとは権六とも結構親しい間柄だったんですよね。お、いたいた、権六。武具が好きなのか。ですが、今のところは普通に贈り物を。いや、でもどうだろう。普通に、この、紅糸脅し、四股腹巻きをあげようか。まあ、君の、まあ、陣羽織よりかはね、ちょっと劣るかもしれないが、まあ、でも、ハートは1か。あと家臣には確か、まあ、さっさなりまさか。昔ね、彼でも太鼓立志伝4やったことあるんですよね。南蛮が好きなんですね。ですが、財宝です。あ、一気に、まあ、ハート丸々1個分ぐらいはいったかな。あとは本田正信。いやー、懐かしいな。茶でもどうだ。それなりか、残念だな。あとは服部半蔵、忍びですね。彼にも、まあ財宝でもくれてやろうか。忍びでも、まあ喜ぶか。これで喜ばない人は逆にいないですからね。あとは内藤さんか。弓がうまいですよね。彼も主人公として使って徳川家でプレイしたことはありますよ。あとは柴田勝豊、まあ養子ですよね。まあ君は雑魚キャラなんですよね。もう山田さんといい勝負だな。でもね、一応財宝は余っているんでプレゼントしていきますよ。まあここはこんなものでいいだろう。あとはこの岐阜城どうなるかですよね。まあ時間はあると思うんで、一旦今日の町に行ってちょっと修行でもしようかな。そろそろ霊峰やっていかないといけない気はするんですよね。なんで朝山日常先生かな。出雲出身か。保家衆、
荒廃した皇居の修築費用、集める旨を上奏し、上人っていうのかなの称号を預かる。信長の前でフロイスと修論を戦わせたりしたなかなかいろいろやっている方ではあるが、書物鑑定じゃない霊峰指示、どんなのだったっけな。これはね、神経衰弱だった気はするな。霊峰と関係ありますかね。金の書類ね、書物ね、ちょっと待ってくれメモが必要だ。これはこういう系はね、結構メモっていかないと結構やばいですよね。こことこれ青だな、で青と緑だから、ここと、どっちだったっけ、こっちか、よしよしよし。あとはこれ紫か、だんだん思い出してきたここはピンクね。そこを当てやがった。こっちは赤、屏風か。屏風はね、こっち、これ青か。外すな、なるほど。じゃあこことこれかなですね。で、あと空いていないのはこの辺か。このピンクはこっちカンニングしながらやるというで、これは赤はここ。あとはどうだろう、これかな、これは金か。金は確かこれ、私が最初に引いたやつですね。あとはこちら金の屏風、確かここ。はい、あとはこことここすまんな劣勢です。君は劣勢ですよね。あとはこの最後に出たカードが手元にあるかどうかでまた違うんですよね。ほう、特性霊か。悔しいんだな、霊峰にはくれないんだおや、名古屋城で噂を流している。どうやら他の大名の調略を受けている様子で、岐阜城は持っているよな。すごいな、まだまだこらえている。武田の援軍は来てはいないようだが、ふむ、もう少し時間はかかるようだ。ならばもう一回、この小牧山に行こう。今のうちに小牧山攻め落としてもいいんですけれどもね。じゃあ今度勝家君には金塊はやろう。有効度は回復した。なんとかこれくらいならね、落としても味方になりやすくはなるとは思う。さっさくんなんかこうすごい人を見下しているような目ですよね。太鼓立戦3からこのグラフィックなんですけれども、なんかこうよくこう性格が顔に出ているような感じはしますよね。とりあえずこの辺は一通り金塊とか与えていって、服部君茶席どうだろうな。やはり忍びには茶の味はわからんか。あとは内藤君、弓が強いのはね、やっぱり欲しい。あまり喜んでくれない。で、勝豊はなんかこう好青年っていう顔はしてるんですけども、雑魚キャラなんですよね。しょうがないな、ならば我々は小牧山、落とす方向でいきましょうかね。岡崎からの援軍は利用しない方がいいかもしれんが、結構みんな修行成功している者もいますね。さすがに武田、同盟組んでいる武田家が、攻めているところに我々攻めることはできないとは思いますが、昇進は誰もいないか。あとはそうだな、兵糧も結構減ってきているんですよね。なんで開発さんはこのまま軍資金調達、本庄君はそうだな、そろそろ朝廷工作やっていこう。あとは柿崎、影虎で津軽、堀ちゃん、佐久間、村上さん、そろそろ危ないかな。
斉藤さんは使う方向で行こう。未曾有のじっちゃんは訓練、一応最前線とかも気をつけて行こう。日野城の訓練、あ、永井さんもうちょっとでハートが3になるのか。あとは本田、石川、皆さんはそうだな、三術を覚えているなら兵糧売却。大久保さんもね、人材調査やってもらおう。なんか石川和正ね、この辺の技能結構2が多いんで、霊法2を霊法2にして揃えてもらいたいな。あとはちょっと置いておこう。で一旦まあ表情は終わっておいて、で以前薬は買っておいたんで村上さんにあげよう。いや弁舌さんは貴重ですからね。あとは永井さんもう歓迎してくれるくらいにはなっているんだ。お、ついに永井さんのカードゲット君とはいろいろありましたからね。あとは石川は確か何だったっけな、まあ忘れたが、とりあえずは本田、君とは野戦をしそうな気はするな。だよな。まあいい、小牧山を攻める前に君と一戦やっていこうではないか。射撃、さあ平八郎と宗吉、果たして勝てるかどうか。秘策は使えないんでこの手持ちでなんとかやる感じにはなるが、くっ、リアルではないか。だが接近戦なら貴様もダメージは受ける。次は強撃か。111狙っているんですけれどもね、きついな。一方的に攻撃を受けている。ならばサミダリ落ち、あ、神速を送る。さすがだ、やるな。5ターン目ならば111、これでどうだ。一発与えただけ、まずは劣勢、やるな平八郎。さすがにトンボ切りで切り込んでくるようなことはしないと思うが、あとは123、また神速か。射撃に切り替えてくれるとね、あんまりこう神速使えなくはなるんで有利にはなるんですけれどもね。こちらもあまり特殊カード出ないな。随分ボコられている。9は取っておこう。厳しい戦いではあるが、なんとか君のカードは欲しいところだ。987、伏兵で防御を上げるか。こちら10面埋伏は出ないですね。いいな、こう強撃とか神速とかね、ポンポン出て。ならば10面埋伏、これで防御力を上げよう。もうあと数発で私は落ちてしまうぞ。543、お、サミダリチ来た。なんとかいい勝負なところまでは持ち込めてはいる。いやー、さすがだ忠勝。まだ5654、よし、お互いいい勝負であるが、私は特殊カードが随分と少ない。さらに相手はまだまだ接近戦を仕掛けてくる。よーし、危ない危ない、かなりいい勝負だ。さあ、あとは5ターン目、何を仕掛けてくる。神速か。神速は相手の被害がまあ皆無の状態で私に攻撃を仕掛けてくる。さあ、いい勝負だ。厳しいな444、何もしないか。カンパをしてくる。これで大ダメージを食らうと結構厳しい。おっと、そう言っているうちに強撃。だがこちらは1相手は5人か。とても5人には見えないぞ。よーし、危ないな、ギリギリ勝てた。これで本田忠勝のカードが手に入った。いやー、すまんな、なかなかいい勝負だった。鳥と、あ、本田重次は不在か。まあこんなものかな。村上さん確か薬を、おお、もう回復した。さすがだ。
まあ回復したところ悪いんですけどもね、早速ミッションを君には与えよう。というわけで君には兵の分離でこの長島城やってもらいましょう。山田くんは、まあ、また訓練で軍港稼ぎしてもらおうかな。あとスノマタ、あと堀ちゃんもね訓練、まあ、ソネ城かな。あとどうしようかな、影虎ね兵力は多いんですけれどもね、普通に戦うならトシミツの方がいいかもしれない。ならば影虎は修行、永井さんも修行本田さんも修行。本田さんはね、まあ、まあ近接っていうのかな、足軽は3まで育っているんで、そろそろ軍学よし。残る部隊でこの合戦で小牧山かな、多分岐阜城は攻められないと思う。だから小牧山を攻めよう。部隊はこれでいいか。軍馬はね一旦置いておこう。で援軍要請、こちら清洲城の南部くん。お、岐阜城落ちていないな。どうだろうね、岐阜城攻めてみようか。もうだいぶね、南部くんごめんね小牧山と言っておきながら私はこちらを攻めさせてもらうが、そのくせまだ兵力6700いるんですね。ですがだいぶ弱っていると思うので私が攻め落として見せましょう。まあ、兵力はこれだけいますからね、私は竹中半兵衛攻めるぞ。士気は随分落ちている様子。まあ鼓舞するのは当たり前かな。だが防御力はどんどん落とさせてもらおう。まあ多分兵力でもなんとかなるとは思うんですけれどもね。お、竹中半兵衛落ちるか。ならばそろそろ水攻めさせてもらおうかね。光秀さんあたりなら下級不信を持っているんですけども、竹中半兵衛君はどうかね。まあさすがに我々が負けることはまずないとは思うが、やはり感性を敷いているか。だが射撃が得意なんでな、その落とし穴にはかからんぞ。以前も確か明智光秀が感性をやってて、なかなか感性なくなっていなかったんですよね。それを見ると味方の他の部隊もどうやらなんだろう射撃戦を仕掛けているようには見えるか。うん、貴様の煽りには屈しぬぞ。あ、間違えた。うん、まだ持つかね。お、あ、南部くんこっち来てくれたんだ。えらいえらい。さあ、このターンからは私と南部くんの二段攻撃。信長、耐えられるか。多分ここが落ちると信長はおそらく小牧山の方に移るんでしょうね。さあなかなかいいカードが揃っている。半兵衛をどこまで耐えられるかね。やはり防御力が硬いのと訓練度があるせいか、どうやらなかなかダメージが通らない様子。お、秘策補充、いいのを使うな。ならば馬力黄金。お、援軍は石川さんが率いているんですね。ならば私はそろそろ他の部隊を攻めようか。明智光秀やはり感性を知っている。おや、カンパをしてもいいですよ。いや、私がカンパしようか逆に。まあまずはね、ヒアを攻め、ヒアで攻めさせてもらいましょう。煽るか光秀。ならばカンパ。
さらには幸福勧告、まあ、串にとは思うが、おう、君がカンパしてくるならば水攻めだ。お、年を破った。備え大将やるな。竹中半兵衛もなかなかしぶといな。まあ私はこのまま光秀を倒していく方向でいこうかね。防御力は半分ぐらいまでは落ちている。そろそろ鼓舞をするか。一旦じゃあ鼓舞だけ交換させて降伏勧告。いや、何度も勧告を繰り返しているのに屈しない、さすがは尾だけ、その抵抗力あっぱれである。お、竹中半兵衛壊滅か。よくやった斉藤。あとは稲葉一徹に明智光秀か。防御力は45まで低下している。残り兵力は3000。いや、こうやって織田家とも何度矛を交えたことか。ですがそれももういよいよ決着がつく頃かね。どうした、水攻めはまだまだ続くの。カンパしなくていいのかね。さあ5ターン目、何のカードが来るかね。兵力は1000ぐらい減らしてはいるかな。そろそろ光秀倒していきたいんですけれどもね、信長さんと戦うとね、やっぱり損害が大きくなりそうだ。まあ、その前に耐久が落ちそうな気はするかね。私の兵力もまだまだ3000以上はある。あとは他の備えがどうなっているか。5、4、3。必死に攻防を繰り返している。だがそこに爆弾を投げ込むぞ。さあ5ターン目だ。サミダレ打ち、クラガイ。君はこのカードは持っていない。お、背後家吉、明智光秀破ったり、お、さらには竹崎が稲葉一徹、残るは信長貴様だけだ。さあどこまで耐えられる。ほほ、カンパしてくるか。だが私は秘策をまだまだ4回残している。いや、あんな山城を水攻めするってまあどんな感じなんだろうね。ほう、焼き払う。やれるもんならやってみろ。そろそろコブが来るか。だが走行しているうちに耐久どんどん落とされているぞ。そうだな、ならば秘策で爆弾を投げてみよう。あとは他の部隊がどこまで耐久を減らせれるか。お、信長耐えるね。ならば私が引導を渡してやろう。お、ちょうどヒアが出ている。素晴らしい。逆に私が焼き払ってくれようぞ。さあ岐阜城は我が手のものとなった。いや、諸将、そして南部軍、よくやってくれた。おや、どうやらここも攻められている。ほう、武田自ら乗り込んでいる。まあここは様子見かな。まあでも岐阜城を取れたらどうだろう、結構物資がありそうなイメージはあるな。お、村上武雄氏を発見か。ちょっと見に行きたいな。まずは輸送を見てみよう。で、我が城に岐阜城から、あ、結構でも兵糧まあまああるな。じゃあ5万石輸送、あとは軍資金たっぷり。まあさすがに大垣は攻めないとは思うので、一旦皆さん修行に出しましょう。ねじれ君もそろそろ修行やらせようか。内政が高くなっているんで築城。
津軽さんはそろそろ足軽かな。佐久間くんももう十分かな。とりあえず訓練で岐阜城、まあ攻めては来ないと思うんですけれどもね。お、鳥居さん帰ってきた。大久保も帰ってきた。鳥居さんだけ残そう。なんか鳥居さん一人残すと、あの鳥居さんが一体何を言われるんだっていう風に身構えていそうな気はするが、まあなんてことはない。ただね、緻密を上げようとしているだけですよ。お、君も合戦か。忙しいな。だがこの本田を破ったこの私、果たして鳥居くん、君の実力で勝てるかね。まあ多少修行はさせているんで、まあデフォルトの、鳥居さんよりかは若干強くはなっているが、7、6、5。さて伏見城の戦いでは君は守っていたが、野戦はいかほどの実力かね。お、神速を使う。やるね。ならばこれならどうだ。まあさすがに平八郎みたいに劣勢で始まったりはしないが、お、まだ神速を使えるか。だが私があえてこちらを残していたわけだが、ダメージが2倍ですからね。さらには雷打ちも出ている。カンパはしてこないか。ならばこの辺のカードも捨てて3、2、1狙いでいこう。どうしたそろそろダブルスコアだぞ。9、8、7。鳥居くんどうした野戦はできないかね。お、引き分けか。元たダメ。やるよりはい。これはうかつに仕掛けられるな。だが仕掛けるお、サミダリ打ちも来た。神速は使ってやこんか。さあどうする。元ただこの殿の実力思い知らせてくれよぞ。おいおい、900から減らせれていないではないかねもうそろそろ落ちるぞ。ではさらばだ。なんか平八郎に比べると随分差がある勝ち方だが、殿参りました。あ、そうか。まあ君はね、心が傷ついているかもしれないからゆっくり休みたまえ。で人物、全人物で所属かな。でこれ確か出ているはず。あと結構まだ浪人いるね。直江津とか結構まだ残っているね。今治いるのか。村上武雄、水軍系欲しいな。あとこの辺も残っているんだね。上杉残党、じゃあまだまだ小牧山落ちないと思うんで今治に行ってみよう。なぜか登録してあるなんだあれかな。あ、今浜か。あ、でもそろそろ月が切り替わりそうなんで、そうだな、ちょっとこちら大垣の方に行こう。これで織田家家臣団とちょっとね友好深めていきましょう。あ、そうそう、若狭の森になったんですよね。まあさすがに引き抜きには応じぬとは思うが、秀吉かお前と会うつもりはない。あとは竹中半兵衛の嫁の親父である安藤森成。まあ、強さはそこまで強くはないんですけれどもね。あとは頑固一徹の語源となった稲葉さん。おや、忙しいのか。なんだ、会ってくれるじゃないか。稲葉さん強いんですよね。まあ能力はこんな感じです。あとは氏家牧前、美濃三人衆って言うんですけれどもね。あれ、稲葉さんだけがね突出して強いんですよね。
あとは年家か、彼も欲しいところではあるが、結構イケメンですよね。あ、軍学さんか、それは欲しいわ。あとは織田信忠、嫡男か、君も欲しいな。なんか多分このパート織田家倒すところまでいかないような気はするな。あ、そうだな、じゃあこの辺はちょっとねカットしていきましょうかね。さて、いろいろ織田家の、まあ、目星のついた家臣にまあ贈り物をあげて、で今治までやってきました村上武義さん。なんかこうあんま海賊っていう感じがしないな。まあリステン5ではね海賊っぽいグラフィックに変わっているんですけれども、まあ結構まあちょっとこうちょびひげの、まあ、モブのおっさんっていう感じはするんだかな。とりあえず金塊でもあげよう。あ、でもこれでもハート1か。これで勧誘はまだできんか。もともと位がそこそこありますよね。どうなんだろう、どこかの家臣だったのかな。まあこの感じを見るとまあ高度の家臣な気はするが、まあ星1は厳しいかな。まあ、すごい連打しているんですけどね今。まあこれで入らなければまた一月我慢するしかないんですけれどもね。まあでも彼のカードまだ持っていないんで欲しいっちゃ欲しいんですよね。おや、でも入らない様子。クッキーに比べたらちょっと劣る感じはするんですけどね。あ、能力的な問題ね。やはりハート1では入らんか。あ、入ったもう諦めようかなって思っていたところだが素晴らしい。でもう1回ぐらいねこの、まあ、月が変わっているんでこの大垣に行ってあのちょっとまたプレゼントやっていこうかなとは思います。あ、守り切ったんだ、すごいね。で武将、まあこの辺はねいろいろ有効度は上げていってるんですけれども、まあここまで有効度あったら十分かな。まあ1個とか1個半ぐらいあればいいとは考えているんですけれどもね。さてまた贈り物を配り終えたんで見ますと小牧山、あ、不明になっているね。ちょっと様子を見に行こう。さすがに武田もこう何度も波状攻撃仕掛けていくとは思えないんですよね。とりあえずもう一回忍び込んで勝家にまた贈り物あげよう。チーズさっきは大変だったねどうやら武田に攻められたようで、まあこれでも近海で涙を拭くがいい。で連兵所に忍び込むと、で戦力情報多少削られたとは思うんですよね。結局武田さん城を一つも落とせていない様子。まあ岩村ぐらいは落としているかな。これで本庁に戻って、あ、でも浪人がいる。まあどうせ多分また元徳川の家臣なんだろうな。さてでは小牧山の柴田勝家倒していきましょう。メンバーはそうだな、まあ軍港稼ぎもやっていきたいんで本田、村上、あとは堀、山田、これでいこう。ちょっとねじめくんと永井さんはお留守番だ。援軍要請一応やってはいくが、おや、どうやら南部さん来れない様子。何かあったのか。まあいい、我が軍だけで攻めよう。さあ権六、覚悟するがいい。この間に、武田家が、大垣の方に攻め込まなければいいんですけれどもね。同盟国なんでその辺ルートは、まあ、通れるとは思うんですよね。防御力硬いな、まあ、本田さんあたりは戦得意じゃなさそうなんでまずはこちらから崩そう。村上、山田、そして私はこの2番隊を狙おう。さっさなりまさ、まあ、多分兵力差的には勝てるんですけれども、どうだろう、やっぱり防御力を落としていく方向にはなるのかな。
や多分今回はすごい長めの動画になるかもしれんが、まあ正月休みに投稿するんで、まあその辺のこうサービスみたいなものでやっていきましょうかね。さあサミダル内側、サミダル内側クラウガヨウ、いたかろういたかろう。皆さんね、攻めからならね、あの城の防御はだいぶ落として欲しかったな。でもこう吉信かな、あれの地震のイベントが起きなくて、こうやって武田家、まあ後を継いでいるわけですけれども、実際史実でも吉信が継いでいたらどうなったんでしょうね。まあ森役のおぶさんが悪いとか、まあいろいろあるとは思うんですけれども、まあ多分、まあ、勝頼みたいにはならなかった可能性もありますよね。まあ勝頼っていうと、まあいわゆる側室の子供かつ幼少の頃は寺に預けられていたっていうのもあってか、まあ、家臣の信頼があまり得られない状態で後を継いだとは思うんですけどね。まあその辺嫡男ならばって思うところはあるんですよね。とはいえその当時今川家もね、吉本くんの頃ですし、どうだろうね吉本くんじゃない、氏真の頃ですから、まあ織田家の侵攻は食い止められなかったっていうところはあるかもしれませんがね。さてそうこうしているうちに私は服部半蔵を攻めてはいるが、543を捨てようか。あーでもいいカードはないな。さあ相手は服部半蔵が相手だ。とは言いますが、この頃の服部半蔵っていわゆる忍びの服部半蔵ではないと思うんですよね。彼の親父が多分、まあ、忍びだったかなっていうぐらいですよね。親父か祖父かは分からんが、さあ煽っていくぞ己言わせておけば。さあ本田正信回想、さっさくんは持つか、ならば私は服部半蔵このまま攻めさせてもらいましょう。まあ、普通に力攻めで落とす感じにはなるかな。さあ攻防していくが防ぎきれるかね。幸福勧告、お半蔵屈しないか。さすがは鬼の半蔵だ。987、ほうやるな。987、お次は弓か、やるな。ならばこちらも弓でお返ししようと思ったが爆弾を返す。危ないな、相手はヒアか。おお逃げ出すのは口ほどにもない。やるな山田さん。ならば次は内藤だ。弓対弓だから結構厳しい。しかも勝家騎馬隊率いている、打って出てくる気満々じゃないですか。相手も最大で打ちに持っているからな、気をつけていかねばなるまい。危ない危ない、あとは煽っていこうかね。さあ幸福勧告、誰もカンパしないまま来ているが、お内藤さんは引くか、かたじけない。お村上さん服部半蔵を倒した、あとは権六お前だけだ。いや私とのね中で免じてこのまま引いてはくれないだろうか。というわけで幸福勧告、おさすが亀割り柴田、追い込まれていても屈せぬか。あでも弓なんだ、牙のくせに弓か突っ込んできてもいいんですよ。ならばサムダイル打ちだ。おダメージが少ないな。ならば再度幸福勧告、もう土下座するよ、後悔するなよ。お本庄の働きにより十五位家の飛騨の神、素晴らしい、よくやったぞ本庄君無駄に霊峰が高いだけのことはある。ならば私も本庄君の働きに応えるためこの小脇山落としていくぞ。だが土下座していく多分ねこの幸福勧告のカードのこのねあの膝をついているのは多分私ですよ。
お、ついに引いたか。すまんな。私の3個の霊に屈するか。これであとはあの大垣が攻められていなければいいんですよね。お、どうした？盗用を試みる。お前はそうだな、不安を煽ってみよう。ならば褒める。で、拝み倒す。引き抜き成功だ。次は内藤くんだ。内藤くんは助力を求めよう。で、褒める。さらに拝み倒す。次は服部半蔵だ。君はそうだな、素直に助力を求めよう。いや、忍びの力は必要ですよ。次はさっさ成馬さん。君はね、厚遇を約束しよう。食いついてきた。さらに褒める。そして拝み倒す。次は本田正信か。彼は素直にね、もう助力を求めていこう。お、動かぬか。まあ落ち着け落ち着け。主を変えるつもりはない。あ、そのくせにトドと呼ばせていただきます。なるほど。次は権六か。いや、お前とね、私の仲ですよ。褒める。ほう、愉快か。ならば拝み倒す。お、柴田勝家味方に加わった。これで小牧山の家臣団はごっそり私の味方となったわけだ。あとは織田信長。見ているとまだまだ攻め入っている兵はいない様子。一応ちょっと連兵帳を見ていこうか。で、戦力情報。方式は高いか。残り一つの城となってまだまだ抵抗の意思はある様子。さらにはなかなか侵入できない。警備も固い様子。さすがだ信長。この私の忍びの力をもってしても忍び込めぬか。兵力残り3000、防御力は固いと見える。ならばちょっと変装して信長に会いに行こうかね。いや、私は野牛ではないぞ信長。もうこれ以上親密度を上げることはできんだ。ならば お主のお命頂戴いたす。あ、同じことを言っている。血迷ったわけではないぞ。お前は敵だからな。さあ信長よ、我が刃食らうがよい。久々の個人戦ですよ。相手は地獄を食らわせてきている。さらには強襲、攻撃力を上げてくる。そうだな、地獄狙い、あとは癒しも狙えるか。いらないのは、あ、どうだろう、いろいろ狙えるな。ならば回復しよう。お互い回復か。ラムさんは使えないか。結構迷うな。癒しは一旦捨てよう。ならば人間。お、嵐を使ってくる。では浮き船、これでどうだ。あと一撃は特にコンボが狙えるわけではない。ならば887、切り返しをする。どういうことだ。お、相手は変わり身の術を使う。ならばラムさん。ほう、強襲か。まだまだ抵抗する。あとはそうだな、力攻めでいこうか。よもや破れるなんてことはないとは思うが、さらばだ信長。さあ襲撃成功。お、へし切りもらえた。信長よ。これで次に戦うときは貴様はやばいの状態だ。あ、やばい。ピンチだ。今非常にピンチな状態ですよ。この状態で貴様だけ智則と相手をしないといけない。あの逃亡とかできないかな。逃げる隙がない。カウンターは持ってはいるがかなり厳しいな。あ、逃げる暇がないか。ならば瞬間の術。
まあ、いざとなったらね、何かこうプレゼントをあげて逃亡するっていう手もあるが、バカな、この私が破れるだと信長を襲ったがあまりに。あ、じゃあ、あの金を渡す。いやー、というね、夢を見たんですよ。いやー、悪いことするもんじゃないね。下克上した私が言うのもなんですが、まさか帰り道で友乗りに会うとは思っていなかったぞ。というわけで、改めてあの勝家の城を落として、どうやら勝家はね、逃げ道がないので、そのまま私に下るしかなかったようなんですけれども、残すは大垣城、こちら我が軍の主力部隊で攻めていきましょう。もう兵力がだいぶ減ってるんですよね。まあマックスの状態ではないんですが、この柳生宗悦、そして上杉海勝で、柿崎本庄、さらには味方に加わった柴田勝家、この面々でやっていこうと思います。さあ、ついに織田家との最後の戦、いや、おのおの思うがままに戦をせよ。私は竹中半兵衛を狙う。防御力は高いんで、水攻めで落とす方向は考えずに、どんどん敵の兵力減らしていきましょう。さあ、信長どこまで抵抗できる。ほんとね、襲撃するもんじゃないね。正々堂々と普通に戦う方が全然良かったね。やはり友乗りがいるとなると恐ろしいな。てかあいつどこにいるんだろう。今川あたりかな。減らず口を叩き寄って、ならば三乱打ちぞ、食らうがよい。なかなかダメージ食らわないな。結構硬い様子。まあ、ですがなんだかんだ言って、この織田家も残すところはこの大垣城のみ。あとはね、戦後処理で相当時間がかかると思う。もうどうしようか。もういらない物資はどんどん逃がしていこうか。で、必要な武将だけ取り込んでいく方向でいこうかな。なかなか兵力が減らないですよね。あとは他の部隊がどこまで削ってくれるか。結局水攻めも出ないままですが、お、まだ敗走しないか。ならば明智光秀、次は狙っていきましょう。でも7巻内って兵力半分近くまで来てはいますよね。一応水攻めはやっていこう。おお、感性を使うか。さらにはサミダリ打ち。ある程度私の強さを見せつけたところで、さらにヒアで見せつけたところで、また爆弾。で、最後に降伏勧告だ。さあ、我々に屈数が良い。お、抵抗する。明智やるね。お、勝家素晴らしい。秀吉をどうやら倒した様子。お、利家も敗走。あとは竹中半兵衛と明智光秀、そして織田信長。さあ、どこまで抵抗する。まあ、これを取り終わった後はしばらく内政をやるかもしれないですね。まあ、その様子は撮るかもしれないですし、録画外でやるかもしれません。まあ、しばらく間は空くとは思いますけれどもね。今回ほんとたっぷりたっぷりお送りしていますからね。お、相手は待機か。もう撃たれるがままの状態にはなっているか。お、権六やるな。あとは信長お前だけだ。まあ、私が手を下さるとも他の家臣たちが倒すとは思うが、おや、随分士気は高い様子。最後の戦、まあ、信長も随分士気の高いようで、なかなか抵抗するがどこまで耐えられる。我々の波状攻撃仕掛けさせてもらうぞ。兵力が少ないなら、こう騎馬隊とか編成できそうな気はするんですけれどもね。さあ、信長の首を取るのは誰か。お、下級夫人ね。もう噛むよ。お、本庄が信長を倒した。
引き金を鳴らせ。ふん、引く場所などあるのかね。お、本庄さん、あっぱれである。さあ、いよいよ戦後処理。片桐くんは入れていこうか。これは適当に助力を求めたり、褒めたり、拝み倒していたら入るんですよね。脇坂くんか。君もね、有効度そこそこあるから、ちょっと、投与、試みてみようかな。まあ、すんなり入るな。あとは酒井忠次、この辺も欲しいな。もう、足軽組頭まで落ちているか。まあ、君の同僚たちも我が家臣団にいますからね。北畑か、こいつはいらないや。わけべもいらないな。お、カスヤンか、君は欲しい。また我が家臣になるつもりはないかね。口先だけでは信用できぬ、なんてことを言うんだ、かつての殿ですよ。よし、またカスヤンが帰ってきた。さらには戦国秀久。脅しには屈していく。あとは津田信澄、まあ織田家の一門かな。まあ、試しに入れてみようか。まあ、カードは持っていないですもんね。とか言いつつもね、北畑家君は普通に浪人として解き放ってしまったが、もう士官の望みはないか。加藤光康もまあいらないかな。あとは稲葉君、君とは友好は多少上げていたんで入れていこう。なんかついついこう脅すを やってしまうんですが、拝み倒す。あとは氏家の息子か、君はいいや。カードを持っていますね。姫野君もいい。あとは生駒もいらないかな。お、堀秀政か、彼は入れていこう。かつて君もね、私の家臣だったし、他の堀ちゃんもいますからね。助力を求めましょう。よし、堀ちゃん入った。明智くん欲しいな。イケメンですもんね。いや、イケメンだから欲しいっていうわけでもないんですけれどもね、有力ですからね。まあ、親密度は上げてはいないが、どうだろう、士官の望みはないか。明智くんはいいや。川尻くんも一応親密上げているからな。ほう、口先ではだけでは信用できるか。よし、川尻くんは入った。金森もいいかな。まあ、強いっちゃ強いんですけれどもね。次は前田玄一。この内政系はね、すごい欲しい。まあ、私の家臣にも稲さんみたいな極端な内政系はいるが、やっぱりね、算術が必要なんですよね。そういった人は欲しい。なんだかんだ言って一時期ですけれども家臣だった時はありますからね。次は裏臭いか。裏臭いはいいや、あんまり強くないし障害性はないですからね。浅野長政か、君もいいや。山の内数というか、君もいい。カードを持っていますしね。田中義政、これもいいかな。カードは持っていないんですけれどもね、家臣増やしすぎてもしょうがないんですよね。この辺もいい。いわゆる織田家の三中楼の、織田家の三中楼かな、の一人だったかもしれんが、この村井忠勝は入れていこう。さっきのは中村くんの話はございますが、彼は入るかな。お、入る、素晴らしい。前のはいいかな。お、竹中半兵衛は欲しい。そのために有効度を上げていますからね。よし、竹中半兵衛入った。お、助はいらないや。猪子兵助もね、かっこいいけれどもいらない。太田牛一先生もいい。村井さんのこのひげもいいすまんな秀吉、お前は死ねお前はね、いろいろこう家臣時代にいろいろ因縁はありますから、その因縁を晴らさせてもらいますよ。さらばだ秀吉。安藤さんもね、武将クラスですからね、結構位が高いのは欲しいですよ。まあ、君の義理の息子の竹中半兵衛君も味方に加わりましたからね。よし、安藤さん入った。次は稲葉一徹だ。ほんともう一徹っていうこう名は体を表すっていうわけではないんですけども、そういう顔をしていますよね。
よし稲葉一徹は入った、次は宇治家目前か。まあ君は戦死した口ですから、まあそこそこ長生きしてくれるとは思いますよ。よし入った、次は前田利家、君ももう武将まで行っているんですね。まあこれは有効度を上げているんですんなり入るでしょうね。あとは信忠、君も欲しいね、助力を求めよう。さらには褒める、そして拝み倒す。あの本能寺の変 の時になぜかこう逃げ出さなかった彼ではございますが、そのくせ前田芸人とか浦臭とかはあの安土城から逃げているんですよね。さて池田恒興、彼も同様を試みよう。よし入った、位の高い武将がどんどん入るのはいい。あとは鬼五郎座、よしで次は林くんか。君ともいろいろあったね君もね味方に加えていきますよ。武将クラスはどんどん入るな。森吉成はねどうだろう、あ君はいいや。次はクッキー、クッキーは入らないか、仕方ないな。あとは伴直政、彼も武将まで行っているんですね、すごいな。そこまで出世する印象はないんですけれどもね。信金さんはいいかな。あ佐久間くん、もう43歳、私も43歳だが、あそんなびっくりするかないや助力を求めましょう。そして褒める、拝み倒す。さあ改めて我が友信盛味方に加わりました。次は明智光秀ですね。君は1個下なんですね。助力を求める、さらに褒める、で拝み倒す。よし明智光秀入った。さああとは織田信長だ。いやここはねあえて親方様と言わせてもらいましょう。いやこの私謀反したことお許しください。ですがこの武士として生まれた以上下克上は成し遂げていきたい。いや信長様、いやすまなかった。だが私のこの野望のためあなたには踏み台となっていただく。ではさらばだ。さあ織田家滅亡共有ゲットですよ。さあこれで織田家の領土は丸々、まあ、岩村以外は私のものとなったかな。いや皆さん大義でしたよ、解散。というわけで勢力図はここまでなりました。まあ尾張と美濃の、まあ、美濃のこの岩村以外、あとはこの伊勢、まあ、さらにはこの日野城まで私の国となりました。あとはこの辺の坂本観音寺、あとは筒井、まあ、この辺を落として西に進んでいこうとは考えています。では今回はここまで、ついに織田家倒すことができました。ではこれまでのご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録高評価お願いします。ではさらばだ。